たら、うん、2回は落ちてます。ブレーキ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 。ブレーキ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 。じゃあまずローちゃんから。ロー一番危ないじゃんよ。最初ね。ローちゃんやってもね。これちゃんとやらないと。もう次回はこれでからねみんな。はい。あそんな甘くないよ。古いに落とされる。そりゃそうですよ。こんなベテランのキャーキャーね。可愛いじゃないですか。はいはい、あのベテラングラビアアイドルをあのね探すわけじゃないですか。ベース出るわけですからね。上に落とされてくるね。じゃあロアちゃん意気込みお願いします。はい、まあ私も同じ方のインプレッサー乗ってるんで、まあ、ちょっと雪道はないんですけど表情はあるので、まあ、それを生かして抹茶さを生かせないぐらい。ふざけんじゃねえよ。思います。じゃあお願いします。お願いします。はい、よーし行ってみよう。そうそう今日はタイムアタックではない。いくよ。はい、オッケー。頑張って。行ってきます。行ってくぞ。あまり無理しないでよ。はい、無理すんだよ、ロア。そうか、そうか、そうか。そうか。気をつけてね。頑張らないでって。気をつけてね。楽で、楽で。楽に。いいか、いいか、いいか。よしよしよし。戻しが遅いって言ってたのか。遅いですね、確かに。いい入れ、いい入れ。いい入って、アクセル。そうそうそう。ダウン立てながらアクセル、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 アクセル。ドリフトの感覚とあれですね。そう、一緒一緒。一緒ですね。そう。インナー入ってって、そうそうそう。インナー入ってって、アクセル。インナー入ってって、そうそう。よし、アクセル、アクセル、アクセル。はい、アクセル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 、よし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 、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ね、はい、そうそうそう、で、左に切る、よし、アクセル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 、弱いですね、アクセルが、弱い、弱い、アクセルが遅い、ね、うん、どんな感じでした？もうね、うん、走り屋姉ちゃん。そうだね、勝ち気だよね。だけど、下手っぴだから、うん、切って戻すのも遅いわけ。いつまでも切ってるから、普通だったら崖の下に落ちてる。いや、気持ちわかるんですよ。さっきそれも話して、やっぱ勝ち気だから、ステアリングだけで勝負しようとしてる。同じことやりました。え？そうなの。ハンドルで曲がろうとする。そうだね。なるほどね、うん。アクセルとかさ、クラッチで勝負してないから。あ、そうそうそう。じゃあアクセルとクラッチで勝負する S2 の南で行ってみようか。おいおいおい、なんか今すごいハードル上がったけど大丈夫です。私もどちらかというと勢いで、そう勢いで。いやでもね、これね性格一緒ですよ。そう、同じ、あの、だって
2回目の車だから。そうそう。じゃあ行ってください。パワーなんとかね。最初に1周目無理しないでね。はい、コース見てね。そうそう。ハイパー安全運転できます。やっぱそうか。もうね、分かるんだよね。アクセル入れる、はいはいはい、引っ張り出す。引っ張り出す。ハンドル切る、切る。アクセル入れて引っ張り出す。入れて引っ張り出す。はいはい。イン側、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 イン側。はい。よーし、カウンター、カウンター。戻し、アクセル、アクセル。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。右ヘアピン、アウトから。アウトから。アウトからインに入る。アクセルじわっと入れてく、アクセルじわっとじわっと入れてく、入れてく、入れてく。はい、全開。全開、全開。はい、どうぞどうぞ。あ、やばい。やばい、やばい。あ、やばい。アクセル入れろ、アクセル入れろ。いけるいけるいける。よし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 。よしよしよし。よしよし。よし。よし。なんとかよし。よし。よし、帰ってくれたぞ。よし。楽しい。よし。よし。よし、津屋さんに来て帰った。よし。南はロアと変わんない。やっぱりね。同じだね。あ、だけど南の方が丁寧。おお、よかった。ロアは無謀。あ、下がった。もう崖の下に。でもなんか二人ともさ似てるよね。崖の下に落ちるロア。うん、崖を登る南。どっちがいいんだろう。さあ、続いていきます。はい。はい、OL。OL 行くか。OL 行きます。よし。お願いします。OL。もう一足、これ一足。2でいい。2でいいですか？うん。2でいい。2で。よしよしよし。楽しいだろ。アクセル入れろ。はい、よしよしよし、いいぞ。でスタート地点は左コーナー。ブレーキ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 。いやー、めっちゃブレーキしてます。やっぱ来たわ。見ました、このここでしたよ、僕今。やっぱ来たわ。よし、どうでした、ひろき。お前変われよ。なんで。お前もう右手がしびれてるわ。でもあの 3人見ていてやりたくないなと思いました。右手腫れてるよ俺。ずっともうなんか、ね、あ、でもどうでした、あのね、うん、最初は穏やかなんだよ。そうだよね。俺も1周目さ、大人だって言ったでしょ。まあ、あ、BM 乗ってるだけのことはあるなと思った。他のやんちゃ娘とはちょっと違う。やんちゃ娘いましたね。あのこの子は育ちがいいんだろうなって。2週目全然ダメでしたよ。2週目なんかやんちゃ娘とかあったんですよ。ヤンキーだった。ヤンキーだった。ヤンキー。どうでした？すごく難しいんだなっていうのを感じました。本当に難しいんだよ。もうインにつけって言われても、どうしたらインにつけるのかわからないし、ハンドル切っててもなかなか思うように動かなくて。こいつはね、石垣突き破ってる。
本当に死んでますね。そう死んでる、全然死んでる。でもあれのこのコーナー意外と良かったよ。ここはうまい、アクセルワーク。ここうまかったよね。ここ俺もそう思った。だからここ見てて、うん、いや綺麗だなと思って。ここは今までの中で一番うまかったよね。あと俺はめちゃくちゃだもん、この2人。彼女は例えば改良ポイントどこですか。改良ポイントは、うん、そうだな、やっぱこうスピード感覚が、うん、よ読めないっていうか、ここのコーナーもそう、うん、ここきついんだけど、オーバースピードで入っててあの石垣突き破るし、あだからね、その距離感と車速が読めない。あまだね。そうそうそう。だでもあれですよね、おこ気が弱いわけじゃないんですよね。気が弱いわけじゃないと思う。南とのノアのを見てるから、うん、私も負けないわよみたいな。そうか、分かりました。さあ続いていきましょう。最後、はい、さあ夏目さん、はい、はい、夏目さん頑張ってよ。夏目だってオートマ限定だから。そうなんですよ。マニュアル持ってない。いや、ということは乗ったことないの。初めて、今日初めて。あ、じゃあ無理だね。とりあえずやってみましょう。やってみてダメだったらそこでもアウト。そうだね。ね、そう。じゃあ夏目さん、クラッチ、クラッチ踏んだ。はい、じゃあ一足、頑張って、まあ、頑張らなくていいか。クラッチ入れるんですか。一足、よし。これ教習人じゃないんだ。クラッチをこれって。アクセルちょっと入れる。アクセル。ああ、もう。おいおい。そんなもん、そんなもん。で、クラッチ離す。クラッチ離す。はい。クラッチ離してグー。え、クラッチ離す。ああ。何やったの。え、クラッチ離しました。夏目。今全部離しました。夏目。アクセル入れない。これ。もう、もう時間が。はい。時間が。夏目さん。はい、いや、もうね、ラストチャンス、ラストチャンスね、ラストチャンス、エンジンかけて、エンジンかけて、うん、まずニュートラルにした、ニュートラルにした、 OKOK、 じゃあエンジンかけて、エンジンかけて、わかる、あ、かかりました。え、かかってるの、回せ、回せ、夏目ハイブリッドじゃねえんだぞ、夏目、回せ、もう一回回せ、もう少し回せ、クラッチ踏んでる、回せ、回せ、よし、じゃあクラッチ踏んで、さあ、サイドブレーク、クラッチ踏んだら一足、うん、でアクセルちょっと入れる、アクセルちょっと入れる、ちょっと待つ、夏目、こうじゃ、こうだ、それでクラッチ離してく、クラッチ離してく、危ない、クラッチ離して、何やってる、はいはい、はい、おしまい、何やってる、はい、おしまいです、はい、とっとと出てきてください、もうね、無理、もうね、企画に無理がありました。まあ、どうぞこっち。辻さん、はい、改めて、まあ、夏目さんはちょっとね、論外なんですけども、あれもね、夏目に付き合ってたら日が暮れるから、夏目は違う番組で練習しよう。もうとりあえずね、どっか YouTube で練習していて、はい、お願いします。さあ、この3人がね、一応残ったんですけども、正直言って私ね、はい、全く期待してませんね。もうね、無理。平気。あ、でもね、うん、面白いのは、面白い。レースの世界ではだよ。うん、レースの世界では、うん、その遅いやつって速くなるんだよ、うん、でも速くて無謀なやつっていうのは、うん、上手くて強くなる。おー、そうなんだ。だからこのね、無謀な3人はもしかしたらいけるかもしれない。確かにそうだね。そうで、イケイケだよね。だから夏目は、うん、夏目はさ、違う番組で練習してマニュアルが乗れるようになってからリベンジ。わ、はい、かりました。なるほど。はい、だからこの3人はもしかしたら使える、うん、お、無謀さが使える。無謀さは抑えていけばいけるから、うん、はい、はい、まあでもまだね、先は長いね。長いですね、だいぶ長そうですね、まあ、だからさ、この冬はこの3人は軍曹にずっといろ、うん、もう頑張りたいよ、夏まあ秋ぐらいかかるんじゃないですか。かかるよ。いける。一冬ここにいれば上手くなるよ。一冬いればね、うん、じゃあ自分の経費でね。自腹で。そんな番組に金ないからね。冬ぞぼり。はい。はい。それは自分の YouTube で練習。あらさん、最後にちょっとアドバイスお願いします。そうですね。まずもっと丁寧にハンドルさばきをできるように、はい、なりましょう。はい。そうだね。気持ちだけはあるんですけどね、みんな。乙女ですから皆さん。どうですか、ケイちゃんがちょっとアドバイスは。そうですね、まあ、元気があるのはいいことなんですけど、抑えるということを知りましょう。はい、ね、はい、そういうことで、はい、はいね、はい、ありがとうございました、はい、皆さんね、頑張ってください。ありがとうございました。お知らせがあります。
お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、あ、ブレスさんです ね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めて全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。